はい、どうも、おはようございます。どうも、こんにちは。今回はですね、新三国無双をやっていきますというセリフを、チンポジを直しながら、喋っていくチークです。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。長江第3ステージはどこでございましょうかね。道館の外堤は100戦来るいやしろ。た後、殿は勢いに乗り、漢中一帯までも手中に収めました。ああ、雄大な版図、美しいですね。美しいです私はね。漢中にある来た伝統な。山の守備を任されたのですが、美しき者に悲劇はつきもの。職軍に攻められ、あれ？撤退を余儀なくされました。なんかお前が責められとか言うと、なんか下ネタにしか聞こえんわ。このままではいけません。逆境から再び返り咲いてこそ、この私の身も高まるというもの。いざ帝軍山にて雪辱を果たしましょう。らっしゃっせ。我が軍はこれより漢中の帝軍山にて劉備軍を迎撃する。天刀山が奴らの手に落ちた今、この戦が漢中の覇権を決するものとなろう。長江、天刀山を奪われたことは気に病む。この戦で劉備を叩き、再び漢中を平らげる。そのために武を振るうことに専心せよ。帝軍山正面の守りは花公園らに任せる。お前は遊撃し、側面から攻め寄せる敵を迎え撃て。敵陣に隙あらば劉備の首を狙うのだ。よし、言うぜ。ムービーがねえな、最近のキャラ。全然。で、武器はね、ちょっと変えようと思って、これにします。要素、標準。ちょっとやっぱ重いわ、性に合わんのよね。むずいわ。苦手。で、チャージラッシュが非常に強いので、先端に行こうかなと思います。これで行く。いいか。でですね、劉備がおって、玄関ライドがおって、なんかいっぱいおるな、これは。なんかいっぱいおんな。とりあえず、陳式倒すか。陳式倒して、その他諸々をダラダラ倒していこう。さあ、で、ここら辺ぐらいからね、敵がね、アホみたいに強くなるんで。負けるわけにはいかねえんだが。弱音など似合いませんよ。いる今のステップ。いつもの将軍の美しさを忘れずに。さあ、悠々と堂々と。お、およ。こうか。きつ。さあ、この戦、私たちの色で染め上げましょう。めっちゃ恥ずかしそう。踏ん張れ。殿が来るまでの辛抱だ。何を踏ん張るんぞ。ちょっと待って、やばいな。よーぶね。敵を踏み潰してやるのじゃ。使いに行く。いや、ちょ待って、先端強っ。戦略です。先端強くね。敵将、あ、ゴラン来たわ。春雷が討ち取りました。痛い目に遭いたいか。いや、先端強いわ。俺たちの力で押し潰せ。いいね、ちょ待って、先端いいぞ。チャージラッシュが使えるキャラには持ってこいか、やっぱり。スリーと同じく。これ強いな。これ強いよな、マジで。いや、強い強い、全然強いわ。めちゃくちゃ強いわ。ちくしょう、次から次へと。おいおい、邪魔すんじゃねえよ。ゲイ。よし、これで、あと誰がおる？
リエンとコーチュの配下が一人おるけん、そいつら倒そう。で、右下にも一人おるな。これ。これ強いわ。いや、マジ強いわ。いや、ちょっとチョコ強いぞ。ありやな、こいつ。いや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 、強い強い、全然強いよ。でリゲン倒せるやろ。対面に会いたい。先端が化けとる。先端が化けとるね。圧倒的に先端が化けとるぞ今回。強すぎる。いや、意外なやつ見っけた。まさかこれが強いと思わなかった。先端正解やねん。ごめん、もしかしたらね、俺チョーコ今第1ステージから一気取りして3本目なんで、もしかしたらこの第2ステージ第1ステージのコメントで、いや先端強いっすよみたいなの教えてくれてる人おるかもしれんけど、多分ねもう動画は撮り終わっとんで、残念ながらそのコメントの返事はできないんだけど、なんとなくで気づいたけん、多分コメントが1個ぐらいあるんじゃないかなと思っとる。なかったらごめん。よいしょっか。真ん中行ってみよっか。超もおるけんな。で、ここに1個ある。アウニサイドも、この交換賞が止められるか。待て、逆落としやがったやつ。お前の前に先ゲンガンじゃ。お前の相手しろ、暇ない。こっちが先です。よし、これ強いね。弾けるじゃん、弾けるしね。いいです。非常にいいです。この超瞬間が打ち取りました。で、ちょっと一旦ここの拠点は無視して甲虫倒しに行こう。甲虫と加工園が頑張るけんな。あいつらを先に倒しとかんかったら。加減はしない、全力で参る。おお、このコアパー、今この交換書を止められると思うたが。これって甲虫使ったことあったっけ。やったっけ甲虫の無双モード。まずい、まずい、まずいって。お前くそ。え、どこ行った、あいつ。ちょっと待ってよ。え、コーチどこ行った。俺、ん、逃げた。俺が逃げたんか。やば、めっちゃおる。やばいぞ。逃げろ逃げろ、やばい。来い、コーチュ。いやー、違う。うわ、ちっけ。ここだか。なんで回復するね。
どっから来やん、この敵の大群は。防御うっと。いや、こうなるとやっぱ援玉が欲しいよね。いかんな、ちょ、全然。またこいつ使いやがった。で、全然凍らんやん。なにこれ、こいつなんで凍らんの。で、こいつなんで凍らんの。ちょっと待って、なんで凍らんの。ちょっと落ち着けって。お前せこいぞ。どない。ちょっと待って、ちょ、ジリヒンやって。2回使うなよ。2回は使うなよ、絶対。オッケー、よし、なっけ、なげ。敵将、この超瞬間が何によるねん、弓兵。イブイブ。よし、これであと誰がおる。義援が上におるけん、義援倒そっか。こっちにおるもんね。ぬぅ、おるもんね。悪い敵。倒す。あ、やば、当たってね。あ、何それ何それ。お、当たった。何それ。あ、これ強いんじゃない。あ、って、これ強いんじゃない。あ、これ、ちょっと待って。ちょっと、見つけた見つけた見つけた。ちょっと待って、お前ら、ちょっと待って。とんでもないの見つけたぞ。ちょっと待って。バケモンモーション見つけた。ちょっともう一回行こう。これがどれぐらい強いか。これもコメントがもしかしたら1個目と2個目の動画できとるかもしれんな。あれ、倒した、もしかして。倒した、倒された。人徳なき総帥、天下は渡せぬ。よし、あと趙雲倒そう。とんでもないもん見つけちゃったもんね。やばい、ちょっと待って、汗みたいに出てる。危なっ、死ぬって普通に。ちょっと一回回復しよう。危ない、普通に危ない。え、嘘やろ。ちょっと待って、死んじゃう。ちょっと待って、死んじゃう。ないな、ちょっと回復がねえな。ここは回復、倒しやがった。ちょっと待って、ちょ、やばいって。回復ないんやってば。
散りなさい。一個ぐらいあるやろ、あった。ちょっと俺とんでもないモーション見つけたけんさ。その力、これさらに輝かせてみよう。これ当たったらマジ強いんじゃね。よし、なんだかんだで倒したぞ。で、宝石倒しとこう。えい。戦略です。敵将。うわ、しこったな。超に倒されたのでかいな。よし、これでちょっと武器集めしに行こう。とどめを刺してやるぜよ。ここに1個。私が撃つ。ここに1個と、あとですね、下。見せる時ぞ。下の多分拠点の上かな。うわ、これ上から行ったらよかったな。うわ、飯食った。上から行ったらよかったわ。こっち多分モンペおるわ。ほら、おった。こいつ。よし。これは防御拠点ね。お前絶対当ててくるな、攻撃 100% 当ててくるな、1体当ててきたら。で、ここに1個ある。あれ違う、これだ。よし、これでラストですね、全部。なんであとは龍玄徳を優雅に華麗に打ち取って差し上げましょう。今何人目なんやろ、全部で。武器取得もやりたいんよね。まとめて叩き潰してやれ。やばい、押し切れ。何、詰めてくるんだ。距離の詰め方がキモい。俺が一番苦手な人種。いや、そらさ、そらさ、これどうなん、これ強いの、これ強いと思うんだけど。どうなんやろ、これ強いよね、絶対。これ絶対強いよ。えい、よし、皆の働きにかかっているぞ。よし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 、素早い動きで敵を翻弄させてあげましたわ。やったね。さあ、これであと2ステージかな。もうぼちぼちね、攻撃が欲しい。だったが、所詮我らの敵ではなかったな。関中を完全に制圧したことで、諸君は蓋をされたも同然。帝軍山という蓋をしっかりと閉じていれば、諸君は動けないだろう。このまま諸君を葬るか、それとも御討伐に転じるか。さあ、来い。来るんだ。来るんだ、ジョー。無双級か、微妙やな。あ、でもまあ、こっちのがいいよね。圧倒的に。移動級はいらん。いらん。あー、こっ
死の方がいいな。防御9があったらこれに越したことないよ。よし、攻撃ラインの結構辛いけど俺はしゃあない。いた、ザコ。はい、ということで超高第3ステージ終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。